しゃい。つまみなしでしみじみ飲むならどんなお酒がありますか。ちょっと選んできます。出雲富士純米、こちら紹介したいと思います。出雲富士に関わらず、このよくできた純米酒、それもそのフレッシュフルーティー系じゃなくて落ち着いたクラシックタイプの、まあ、純米酒、もちろん食にも合うけども、食がない時も優しく飲み続けられるという だからすごくこう特徴的なお酒ってどうしても飲み続けると、まあ、飽きが来たりとか、なんかつまみが欲しくなったりとかするんですけど、このほっこりした純米酒っていうのは癒されますね、いつでも。だからおばんざいみたいなものともすごく合うけども、食事が終わった後ゆっくり飲むのでもずっと飲み続けられますし、いつも常にこう置いときたいみたいな。だから昔はね、台所のね、戸棚には必ず、まあ日本酒があって、こういう純米酒じゃなくて本醸造とかね、料理酒だったりするかもしれないですけど、まあなんかこの一升瓶の優しい純米酒をどんと部屋の片隅や台所にまあ置いてあると、今日の酒クエスチョンのように、まあ、つまみなしでしみじみ夜更けに暮れて飲みたいなみたいな時には一番いいんじゃないかなと思いますね。まあ、ぜひともね、こういったほっこりする純米酒をご自宅に1本置いておくと、まあ、食中でもつまみなしでも美味しくいただけると思いますので、ぜひお試しください。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。